カステロブランコは、ポルトガル、セントロ地方、カステロブランコ県の都市及び、基礎自治体。カステロブランコ市は、人口3万649人の教区一つから、なっている。基礎自治体としては25の教区があり、約5万5千人の人口を持つ。ポルトガルでも、面積の広い基礎自治体の一つで、北はフンダン、東は、イダニアイコールアイコールノバ、南はスペイン。 南西はヴィラベイリアで、ローダオン、西はプロエンサイコールアイコールノバとオレーロスに接する。カステロブランコの名は、ルジタニアローマ時代の城、または防衛定住地、カストラレウカから生じている。この場所は、コリナダ、カルドサの丘の頂上にあった。この丘の丘の丘陵へ、人々が定住していった。1182年以前の歴史は、わずかしか知られていない。 それにもかかわらず、この年以降の公文書には、ビラ・フランカダ・カルドサと呼ばれた、わずかな土地が、地元の貴族フェルナンデス・サンチェスによって、テンプル騎士団へ寄進されたことが記されている。1213年、自治性と特権を授けられ、初めてカステロ・ブランコの名が現れた。ローマ教皇インノケンティウス3世は、1215年に、この自治性を承認し、カステロ・ブランコの名を与えた。 13世紀頃、テンプル騎士団が城壁と城を築いた。1510年、新たな特権がポルトガルオーマヌエル一世によって授けられ、1642年には町はビーラの地位を獲得した。1771年、カステロ・ブランコは死に昇格し、教皇クレメンス14世は1881年にカステロ・ブランコ市教座を創設した。1858年、 アブランティス・カステロ・ブランコ間に電線が開通した。1860年、市に初めての公共の街灯が灯った。1959年、同盟のカステロ・ブランコ県の県都となった。カステロ・ブランコの最も重要な記念物は、市境邸宅庭園である。ポルトガル国内で最も美しい、バロック様式庭園の一つであり、偶は、王や星座などの像が、池やテラス、 階段の周りに設置されている。市は冷蔵庫や冷凍庫などを製造するセンタウロ社の本拠地となっている。ダノンのポルトガル社がカステロブランコに工場を持っており、イベリア半島全体へ供給するダノンの日配品を製造している。また、カステロブランコは羊の乳から作られる脂肪分45から60%のセミハードタイプのチーズ、 カステロブランコチーズが知られる。カステロブランコには、国立の高等工芸専門学校であるインスティクト、ポリテイクニコでカステロブランコがある。農業、科学、経営、教育、芸術及び健康科学部門がある。鉄道、カステロブランコは、エントロンカメントから、アブランテスを経由して、小平へ向かうベイラバイ社鉄道が通過する。路線は、ポルトガル鉄道が運営しており、 各駅停車は、エントロンカメントやリスボン、コビラとグアルダイ向かう路線が、快速電車には、リスボン行きとコビラ行きがある。ありがとうございます。